次に高谷亮君、はい、高谷君、はい、令和新選組の先鋒教高谷亮です。今日は消費税を軸に質問をしていきたいと思います。まずは、青木局長に、お伺いします。今日いらっしゃってますかね。4月8日の本委員会での私の質疑にて、なぜ日本は消費税減税を短期間で行えないのかという問いに対し、青木局長は他国を例に挙げ、過去に税率を引き下げたドイツやイギリスにおいては、消費者への転嫁については日本ほど厳格な取り扱いをしていないのではないかというふうに考えておりますと答弁いたしました。その言いぶりだと、税率を引き下げた際のイギリスやドイツの対応が事業者も国もいい加減で適当だ、しかし日本はそうじゃなく、財務省が優秀で事業者にきちんと転嫁をさせているという主張になりますが、青木局長、この発言に問題ないでしょうか。そもそも日本において消費税を下げたことがあるでしょうか。ないにもかかわらず、イギリスやドイツのようにならないといえる根拠を教えてください。青木主税局長。お答え申し上げます。ドイツ、イギリスにおきまして、過去に税率を下げた際の対応でございます。付加価値税率の変更の際ですね、総額表示義務の下で価格設定、それから価格変更のタイミングを、事業者が比較的柔軟に判断しているというふうに承知しております。他方で消費税の転嫁につきましては、日本厳格な対応をしているということで、これまでも、最終的な、消費者にご負担をお願いする、転嫁するという考え方の下で、税率の引き上げにあたっては、公共料金などを含めまして広く適正に転嫁を行ってきたところでございます。高谷君。はい。財務省答弁 4K と私は言ってますけれども、巧妙に聞かれたことに答えず煙に巻くと、相変わらずお見事です。そもそも青木局長、前回の答弁冒頭で諸外国の制度につきまして詳細に承知しているわけではございませんがと前置きしています。でたらめもいいところだと思います。だいたい6月からの定額減税の際には給料明細に減税分を記載しろと義務付け、従わなかったら労基法違反になるとまで官房長官が会見するほど高圧的な脅しをかけたが、現状事業者からはさまざまな批判が上がっており、事業者が従うかは不明です。にもかかわらず、あたかも財務省の作った素晴らしいシステムで事業者が素直に従っているかのような言いぶりはどうかと思います。鈴木財務大臣、青木局長のこの答弁、イギリスやドイツに失礼じゃないでしょうか。答弁修正した方がよくないですか。鈴木財務大臣。別に失礼とかいう話ではないんだと思います。局長がお答えましたのは、日本においてはもうしっかりとのこの消費税率が決まればそれを必ず反映しなくちゃいけないということに法定上もなっているわけでありますが、この他の国によってはですね、その辺は柔軟に対応できるということがあると、これ事実でありますので、そのことを指摘をしているんだと思います。はい、高谷君。それは財務省の言い分はそうなると思うんですけれども、実際にじゃあ日本で消費税を引き下げたことがないわけですから、じゃあそこまでおっしゃるなら、複数税率やめて一旦 8% の減税に合わせたら、減税して 8% で、減税してみたらどうでしょう。試してみたらどうでしょうか。インボイスも煩わしいものいらなくなりますし、単一税率で。青木局長。お答え申し上げます。消費税、全世代型社会保障の貴重な財源として位置づけられておりますので、その引き下げについては適当ではないというふうに考えております。高谷君。毎回の答弁ですよね。要は4K 費に、社会保障 4K 費に使うって毎回言われますけども、お金に色はついてませんし、だったら特別会計に、消費税するべきじゃないでしょうか。時間もないですから次に進みます。またこれ改めてまた質問していきたいと思います。あたかも諸外国は税制がいい加減で適正ではない、友好国にそうとなれかねない表現ですから、国際問題に発展しないようしっかり指導し、修正すべき点は大臣修正をしてください。